サイ。アイサイ。多分見覚えがあるかも、あるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。ジャングルですね。ジャングルで。実はですね、うちのメンバーのモーリーが、はい、引っ越しをするという情報を貼り付けたんですよ。はい。まあ、で、前回やってるんですよね。前回、モーリーの引っ越し、ここに。はいはい、で、さらにちょっと広い、ここからまた、うん、少し広いところに移るということで、はいはい、まあ、今回もね、お手伝い、そうですね、したいですね、したいなと思ってて、ある程度引っ越しの荷物はまとめてるらしいので、はい、でそれを運んで、はい、新しいお家に、なんていうか展開していくと、そうですね、いう形なので、それをちょっと密着していこうかなと思いますので、はい、じゃあ早速、中に入りましょうか。今日引っ越しの日だよね。はい、いいですか、中に入って、はい、どうぞ。あ、じゃあお邪魔します。久しぶりなんだけど、ね、うん、あ、ここ、あ、なんかいる、なんか、あ、わさび、うん、わさびです。おー、もう来てますね。はいはいはい、じゃあちょっと入ってもいいですか。お邪魔します。懐かしいな、ね、ちょっと絡まってる、わさびますね、はい、というか10人増えてましたね、うん、あ、なんか生活感が出てるね。確かにね、あ、ダンボール詰めてるね。うん、これは洋服とかは詰めました、あの調理器具とか。ああ、はいはいはい。あ、じゃあもう調理じゃん、調理じゃん、楽だもん。あとこれのすって、ちなみにウームは外したんだね。え、外すでしょ。外すでしょ。夢からだったら、これ一つで夢からだったらウームに来ましたね。ああ、ああ、待って待って待って、うち、うち立てる、あ、よくあるの、このあのなんかウームで検索かけたらなんかちょっと変な人出てきたんですよ。ああ、そう。この感じで、うん、あ、これ一枚写真、あ、ちょっとアルコール見えるようにして、これ、こう、感じだ、感じだ、アルコール消毒、アルコール消毒だ。あ、どっしろ、いいよね、左ですか。あ、ほら、あ、ぴったり、あ、ちょっと、あ、本人社長辞めた？社長辞めた？あ、ちょ、最近変わったらしいですからね。社長社長社長辞めた。会長だった。じゃあ早速、はい、ポリの荷物ここから来ますから、はい、それをハイエースに乗せ込む。よろしくお願いします。あ、早速ペット用ですね。割れ物だけど、うん、ちょっと気をつけてって、ちょっと少しぐらい、ちょっと、ちょっと、少しぐらい、結構重いよ、結構重いよ、少しぐらいな、重いよ。あー、やばい、あれ、スパっていうのに間違えてない。こんなんじゃなかった。じゃないな。なんとなく、雰囲気出てるけど、違うよ、違うよ、初めて来た。あ、これこれ、これだよな。あ、そうそう、これこれこれ、え、当たってるやん。なんか何が違うんだよ、新しい感じ。あ、なんかちょっと、あ、違く見える、うん、違く見える、あ、違く見える。なんか全部繋がってる。あ、確かに、はい、今から温めるやつ、洗濯の、これ、洗濯これから。しないんかい。一番なんか練習で持ってる時が、うん、引っ越ししてるからできる。よし、こう、いいよ。第一陣ですね、はい、詰めたので移動したいと思います。なんかアパートだよね。普通です、マンションではなくアパート。はい、あれ、ペット OK な物件がめちゃくちゃ少なくて、うん、ああ、はいはいはい、で、事務所の近く、うん、できるだけ、はいはい、事務所の近くってことで探したから1軒しかなくて。お、1軒あったんだ。一応1軒だけ、もう本当に2月ぐらいに見つかった。あ、そうなんだ。うん、はい、着きました。はい、着きました。1センチ以上段差あります。前にはなかった。前にはなかった。だいぶ進化した。ゴミ入りまくりだった、ね、うん、だいぶ進化した。あ、なるほど。早速ですね、はい、入ってきました。まだ新しいんだね。新しめですね。まだ、ね、まだ新しめ、うん、新しめ、めっちゃいい匂い。で、早速左手の方、うん、こっち、で、何でしょう、行きますか。はい、はい、オープン。はい、うん、おトイレ、トイレ、あ、すごい。あー、やっぱり一つか、トイレ。普通じゃないですか。あ、オシュレット付き、オシュレット付き。あー、すごい。で、棚付いてるのが驚きだった。あ、この棚、うん、ちょっと、うん、もしかしたら人がいるかもしれないから、ちょっと見てみて。実際、うん、うん、あー、よかった。隠す、トイレットペーパーと、うん、
やりたい方向材とか見てるんですよ、いろいろね。いや、綺麗だな、本当にね、うん、キッチンやばっ。キッチンこっち、おお、いいじゃん、いいじゃん。うわ、いい、これ魚さばけるぞ、これ。ん、広い広い、ここ、最高。アーラミー上まで行けぞ。アーラー、きつい。いや、じゃあアルミはさばきながら尻尾らへん焼けたあっちで。あ、本当。ここさばいてるから、あっちちょっと火入れとこうね。 あ、グリルのグリル、おわし、あ、いいよ、いいね。おお、え、これ何、黄色、この壁何、ふすま、ふすまみたいなこと、すごっ、これ、いいね、いい、面白いな。ここは、これは何だろう、黒で、部屋かなと思った。ウォークインクローゼットだ。お、すげえ。すごい。広っ。広いな。広いな、これ。クレボやろ、それ。広すぎてぼやけた。カメラが。こっち寝室だな、多分。あ、だるね。あ、そこに寝室系だな。これ32インチぐらいの。あ、テレビ置ける、置ける。全然 OK。 置けないね。あれ、た、縦なんですか。間取りがね、今分かって、うん、どこに何を置くかっていうのは、確かにな、どうしようかな、後で決める。とりあえず物全部持ってきてから配置決めする。そうだね、うん、じゃあ、早速物を置きますか。置きますか。はい、はい、第一陣、全部持ってきましたね。なんかこの部屋で見たら少なく感じる。確かに少ないな。私服が多いね、圧倒的に、うん、圧倒的にもらい物の服とか素敵だね、今日これ。ああ、なるほど。はい、はい、今日2回目ですね、はい、次が、次が化け物、家電製品のどれですか。さあ、流れ的には冷蔵庫が先やるから、冷蔵庫がこれがいいんじゃないかな。重いのかな、冷蔵庫から。重いのからね。わさび逃げてるから。うわぁ、まあ、もう僕は結構好きだ、今日。うん、ビビってる、ビビってる。うわ、あー、逃げた。じゃあ、運びますか。はい、行こうか。あ、行ける？下ろす？一回下ろす？すぐ待ってください。お、お、いいね、いいね。全部運び終わりました。ありがとうございます。いやいや、本当に助かりました。非常に助かりました。いや、もう毛利がね、コンパクトにまとめてくれたから楽だったね、運ぶのね。あれから9日ぐらい、1週間以上1週間以上経ちまして、はい、で、今は僕たち引っ越しいたすってくれたから、はい、ちょっとあのランチ食いに行くよって思ってなしするそうで、手料理作ってくれるということで、はい、来ました。で、一応僕たちも何か、うん、新生活、うん、やっぱなんかこれないといけないよねっていう、まあ、プレゼントもちょっと持ってきたので、うん、応援、応援で、お金でね。なので、ちょっと森の親に帰ってみたいと思います。おぉ、早い。早っ。待ってたから、全然。めっちゃ早い。ちょっと入ってもいいですか。どうぞ。お願いします。お、さあ、あれから一週間、まだ綺麗だね。まだ、まだ綺麗。長くなる予定ないけど。今日なんか料理作ってくれるの。はい、あの、ちょっとね、あの、手伝いしてくれた。はいはいはい、おもてなしします。あ、ありがとうございます。はい、作りますので、はいはい、ちょっと待ってて。その間ちょっと僕たちも部屋見ていい？あ、いいですよ。どういうとこまで？これには内緒なんですけど、ちょっとプレゼントやるかなと思って。用意します。最初どこ行きましょうか。森春が、あの、トイレ借りたいって言うから、うん、トイレ借りような。うん、
いや、こっち置き物あったらね、楽だね、もっと綺麗かもしれないね、こっちね。あ、確かに、なんか、うん、はいはい、うん、大きいね、そうですね、はい、あ、森、トイレ、ありがとう。次は、縁起がいいもの、あ、置いたじゃないですか、ギャこれね、幸せすぎたら、ちょっと良くないんで、バランスよく口いやー、こっち綺麗、広いお家だな、やっぱり。そうだ、こっちの部屋ももうちょい見るか、見るかな、じゃあ見るか、うん、この化身スタイルね、うん、やっぱ広いな、この部屋、こっちもいいな、こっちも、うんうん、いいよ。あ、いいですね、まあ、いいね、こっち ね、 いいね、こっち入り口とね、寝室っていう神聖な場所に、神聖な、これですね、トイレの中が光る、おお、だいぶ住んでるね、おお、あれ、美味しそう、茄子まで入ってる、ありがとう、ありがたい、茄子も入れます、あ、ありがとう、もしもックスで終わる感じ、いや、まだまだかかる、まあ、パスタ茹でるから、あ、全然全然待つよ、待つよ、全然待つから、大丈夫、はい、お腹の虫、収まれ、ははは、次、よったけがトイレ帰ります、はい、あー、トイレ綺麗だな、綺麗ですね、はい、すごいな、うん、インチが綺麗、綺麗、インチが綺麗に見える気持ちよくトイレができるって最高だ、うん、ここで、はい、あなたの展開です、はい、これ光が弱いんですよ、はい、思ったよりね、うん、今日念のために買ったやつがあって、はい、こちらですね、LED? LED ですね、タリピーポーってやつですね、楽しみって言ってたさ、お風呂先ちょっとこれお風呂しながらなんかこうやって動画を見るって言ってたから、あ、うん、あ、確かに確かに確かに、こうやって、あ、あ、風呂、あ、なんとこうですね、水鉄砲付きです最高だね、じゃあこれで食べていきましょう、水鉄砲付き、いい加減、うん、いい加減、え、あ、いい加減、あ、浮いてるの早い、うん、もう浮いてた、うん、いい加減、これで、これで待ちますか、なんかのトーク番組みたいな、あれか、徹子の部屋かもな、ルール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 、モーリーの部屋みたいなね、撮って食べて、はい。
今日のご自宅はプレゼンタテーターの森さんですね。はい、片声で、はい、よろしくお願いします。はい、ここで森さんが作っとろしくですね。あれ、あなたが作ってらっしゃったのこれはなんていうの、うん、パスタ、はい、パスタ、うん、じゃこれ食べましょうか。食べてください。ぜひ美味しいと思うので間違いないやつだよね、うん、ちなみに昨日も食べました、これ美味しかった。え、レンちゃん2日目、レンちゃんです。2日目途中、ね、確かにな、1人分って買えないですよ、なかなか。で、具材も買ったら余るわけね、うん、うわ、美味しそう。うわ、持ってなかった。うわ、すごいいですね、贅沢。いただきます。じゃあ、いただきます。うまそう。絶対美味しそう。うん、うわー、チーズのいい香りする。あ、これだったら毎日1個してもいいな、もしかしたら。これ、うん、うん、あ、めっちゃチーズ濃い。いいね、チーズ感じるわ、これ。めっちゃチーズ感じる、これ。うまっ、うんうん、うん、美味しいでしょ。相当以上にチーズ。なんかこういう、うん、ちょっとおしゃれな料理をおしゃれな部屋で作るのが、うん、ちょっと憧れだった。でも前のうちでもね、うん、全然。あそこキッチンがちょっとね、そう、うん、確かに全然広いもんね、今までね。ありがとうね。いやいや、わかりました、うん、こんな美味しいもの食わせて、ね、じゃあ、そろそろ行く？行きますか？うん、なんかね、うん、プライベートの時間までもちょっと見て、うん、あ、帰るの？あ、帰る、帰るっていうか、うん、なんかプレゼントって、プレゼント、そう。あ、マジ？うん、そんなのあるわけ？うん、したっていうか、もう廃材探偵団、そんなのあるの？うん、そうっす。福利厚生？福利厚生、まあそれに近い。ほぼほぼ、うん、やば、うん、うまい。余裕入らない。美味しい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさま、ありがとう。ありがとう、森。はい、うん、美味しかった。もう十分。こちらこそありがとうございます。引っ越しの分に関してはチャレンジしました、これ。そうですね。じゃあ、早速、はい、お見せしましょうかね。はい、見ましょうか。はい。もう全然、プレゼント早速。まあ、普通に玄関まで行って、ここに向かってきてほしいなと思って。じゃあ、クリームインカーで。一回、入ります。はい、おかえり。かも、なんかある。なんかあるぜ。うん、おめえちゃった？うん、早いね。おめえが高い。おめえが高いですね。俺、いつもなんか、ポケットに入ってるのとか、こっちも行くわけ。あ、なるほど、うん。あ、これもポケットに、うん、これ、ポケットに入るか、これ。おめえ、じゃ幸せな人だよ、これ。入らんぜ。ほら。ちょっと足出して。森森さーん森森さーん。森さん、まあ一応、うん、ちょっと嬉しい、嬉しい、ちょっと嬉しい、かわいい、うん、うん、もうなんか見た目、うん、めっちゃ重いのかなと思ったけど、うん、丸いからよかった、うんうん、なるほど。だからいつもこう出るとき、うん、帰ってくるときは、うん、触ってもらって、うん、そうそう。で、もう一個ちょっと置かせてもらったわけよ、うん、その寝室なんですけど、寝室嘘でしょ。いやいやいや、寝室行きよった今日。寝室行ってよ、うん、ちょっと見させてもらった時にちょっとね、メディケンさんで、うん、幸せプラスじゃん、うん、とっても幸せ、うん、でちょっとなんか幸せすぎてもあるかなと思って、ちょっとバランスよく、うんうん、そう、うん、やろうかな。どういうこと？プラス行ったらちょっとマイナスも大事じゃんって、うんうん、陰と陽みたいな感じで、死ねえよめっちゃいい。見えた見えた、やっぱり見えた、見えちゃったか、見えちゃったか。寝室に置くな
いい上に。いやもうこれはもうデビルさんですね。デビルさん。こういう置物なの。そうです。そうだけど。ワインセラーっていうのかな、なんか。これさっきのチャラ。あ、チャラ、そうそうだ。チャラ、今チャララ。チャラだけど。チャラってことは、あ、なるほど。さっきちょっと嬉しかったわけ。うん。うん、ちょっと嫌だ。やっぱ嫌に入る。嫌だね。マイナス。やっぱな、さすがで。プラマイゼロ。プラマイゼロ。うん。何ももらってないことだ。さすがデビルさん。そう思わせるっていうのはやっぱすごいですね。トイレ。うん。トイレ。トイレ。うん。あ、なんでなんで、これ電気、電気、電気、普通でしょ、普通でしょ、目の前にリモコンないですか、リモコンありますよね、はいはいはい、電気消して、待って、あります、電気あるよ、もうしてください、はい、あら、あら、これしてません、あら、あら、これすっきりするね、しかも赤じゃ嫌って言ってたでしょ、いろんな色買います、レインボーあります、ありがとうございます。はい、いかがでしょうか。いや、これ本当に朝これもプラスでしょ、ね、これ那覇のクラブでもないよ。こういうの。うわ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 。あ、今踏ん張っとってきたね。ああ、頑張れ頑張れ頑張れ、ラジオです。溜まっていく、溜まっていく、どんどん溜まっていく。便が溜まっていきますね。便が溜まっていく、便が溜まっていく。うわー、落ちた落ちた。頑張れ。あ、いや、これはすごいな、これ。これ嬉しいよ。いや、これ嬉しい機能。うん。続きまして、ちょっとお風呂場、うん、お風呂場、お前、俺の大事なお風呂場、そう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 、大事って言ってるんですよ。そう。だから気持ちよく入ってもらおうっていうことでね。そうなんですよ。ちょっとお風呂、めっちゃお風呂今リラックスするスペースだよ。もっとリラックスしちゃうかもしれない。ああ、もうこれ気持ちやぞ。多分出れないはず。だから入ってもらいましょうか。もう準備できてるんで。もうちょっと脱いでもらってもいいですか。脱ぐ。もうお風呂。お風呂入る感じ。はい。オッケーです。はい。オッケーですか。はい。はい、リラックスしてもらうと。泡風呂つきました。はい。お待たせしました、はい。はい。お待たせしました。で、ちゃんとね、これおチョコを用意してるんで。入ればいいの？そうですね。あの商品の方は。これ、あとちょっと泡風呂に入っていただいて、これをペペペしてもらえば、さぞかし楽しいと思いますよ。そうですね、じゃあちょっと飲み物持ってきますので、ちょっと少々お待ちください。湯船入って楽しんでください。あ、モンスター来ました。あ、モンスター、はい、モンスター、モンスター、あー、お客様、こちら、もう森大好きな、もう、バイス、モリがですけど、これはモンスター、ヒエヒエのモンスター。めっちゃいいよ。これでモンスター飲むな。これ、これ、これ、おチョコ、これ、おチョコも飲む。おチョコに入れて飲むもんな。そうそうそう。あ、いい。あ、これいいね。あ、いいな、これ。あ、良さそう。はい。酸が抜けたうちに、どうぞ。抜けないうちに、どうぞ。早めに。あ、置くんだね、ここにね。これに入れたら、こぼれるやつだ。あ、いいじゃない。いただいてください。あ、気持ちよさそう。最高だな。力もみなぎって疲れも。これ何？これ何？お風呂接待する。お風呂接待ね。お風呂接待。どうですか？イカゲームは。あ、美味しい。美味しい。美味しいですか？美味しいですか？あ、よかった。カメラとか余計綺麗。あと泡が少ないくないですか。ああ、ちょっとじゃあバサバサしてもらえれば。これがやん、元気全部入れたんで。バサバサしてもらえれば。これ多分シャワーでシャーってやったほうが。ああ、なるほど。シャーお願いします。シャーミカス、お願いします。あ、いいね、いいね。あ、いい、いい。うわ、もうこの泡ね、喜ぶんだよ、この泡。喜ぶんだよ、これ。ああ、びっくりしたよ。水かける。お風呂、お湯入ってるやつ水かける。最高だ、うまい。あ、モーリー幸せそうだ。ああ、幸せそうだ。ああ、ごめんなさい。ああ、入った。あ、いや、もう最高だろうな、これ。あ、いや。あ、でも、足伸ばせるね、本当にね。はい、ぐるぐるぐる。普通にトックリで飲ましたもんね。はい。
幸せそうだな。いや、一番食べたい。意外と喜んでるね。そうだよ。で楽しい。楽しい。あ、楽しい。あ、よかった。あ、よかったよかった。じゃあプラスじゃん、これ。プラスってことじゃん。プラスってことね。プラスってことでいいじゃん。楽しいけど疲れるかな。疲れる。疲れ取れないんだ。ああ、最高でしょ。なんか、いいニュースでしょ。いい匂いするんだけど、この青風呂って、出た後流さんといけんよね。そうだよ。そうだね。そうだよ。流しながら出るっていう。流してって言ったら。あ、できた。これしながら出る。これしながら出る。大丈夫やな。はい。はい、お疲れ様でした。あ、まだついてますね。あ、どこですか。あ、どこですか。子供にかけて。あ、はい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 。介護。はい。はい。ありがとうございます。タオル、タオル。これ拭いてやって。タオルじゃない。タオル。タオルどこだ。タオルどれ。これこれこれ。これ。はいはいはい。はい。する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 。よいしょ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 見たことある見たことあるの介護よいしょよいしょよいしょよしよしよしはいはいお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたはい、万歳、万歳、万歳、はい、はい、もう帰れ。じゃあ、お手先デトックね。そうそう、デトック、あとはもう気分、着替えを、そういうサービスを行ってるんだ。いやー、めちゃくちゃ喜んでますね。そうだね、めっちゃ喜んでますね。ちゃんと厚みしかないし。はい、お疲れ様でした。気持ちよかったっすよね。ぬるぬるしてる、まだ。え、かけたけどまだ、あ、こっちの方こっちの辺とか。あ、そうなんですね。ダメか、俺。いや最高におもてなしできたんじゃないですか。ね。逆ね、めっちゃできたと思ってます。あんなに喜んでまで、夢にも思わなかったな。めっちゃ喜んでたかな。ありがとう。どっか来るんですか。プラマイマイナス。ゼロかマイナス。まあどっちかというと。まあトータルで嬉しかったっていうことですね。まとめる。一応まあ嬉しかったです。ありがとうございました。よかったですね。じゃあ今回はですね、モーリーの家の引っ越しのお手伝いをやってみたでした。ご視聴ありがとうございます。